発見 TV プラス、どうも森本健太です。皆さん、新しい広島の観光キャンペーン、泣ける広島県、かなり話題になってますね。僕も注目しています。さて、今回のテーマは、どんなブランドなんでしょうか。小松菜にアスパラガス、ルッコラにジャガイモ、新鮮な野菜が並んでいるね。商品のパッケージをよく見てみると、涙を流しているマークが。なんだこのシール、一体これは何？こちらは生産者の方がこだわって作っている広島生まれのブランド商品でございます。このブランド商品とは、広島県産応援登録制度に登録された農水産物のこと。小売業者や飲食業者など、その道のプロが審査して消費者に売りたいと思うものを PR していくんだ。なるほどね。その証が泣けるマーク、どの商品も美味しくて泣けると言うんだ。そういう意味だったんですね。現在、野菜や肉など50商品余りが登録されているぞ。安佐南区にあるルンビリ農園、小松菜、パセリ、バジルの3つがブランドに登録されている。その作り方にはこだわりがあるんだ。土作りにまずこれこだわっています。この土はですね、近隣の酪農家さんからこだわった堆肥をですね、もらってきて、この地域で採れたもみ殻というものを使って炭を作ってます。非常に堆肥ももみ殻もですね、ミネラルが豊富なので、野菜がですね、柔らかくて美味しくなります。なるほどね、こだわってますね。有機質肥料を中心にした土作りなので、味だけでなく安心して手に取れる野菜たちだぞ。ブランド商品として登録されると、県のホームページで紹介されたり、新しい販売先を見つけることにもつながるんだ。そんな中、生産者に新しい取引先を紹介する商談会が開かれた。松本さんも登録制度を活用する一人。江田島で生産してるんですけども、そのできた野菜っていう、認知度をもっと上げるために、こういう制度を活用したいという。この商談会にはホテルや飲食店、卸業者などが参加した。これは生産者にとって販路を広げる大きなチャンス。松本さん、そのチャンスを生かせたかな。どうだった？感触は良かったと思いますので、販路に結びつけられたらいいかなと思って。いや、チャンスを生かしてほしいですね。広島県産応援登録制度は、今後も季節ごとに新しいアイテムが加わっていくぞ。この小松菜に生産者の思いが詰まってるんですね。いや、いい小松菜ですね。これ持って帰ってもいいですか？広島県からのお知らせです。ムーミンの作者トーベヤンソンの生誕100年を記念して、県立美術館でムーミン展を開催中です。日本初公開の150点を含む原画やジオラマなど203点を展示しています。統計グラフコンクールの作品を募集。学校や家庭などの身の回りの出来事、社会の動きなど関心のある物事をテーマにして統計グラフを作ってみませんか。楽しい作品をお待ちしています。次回の発見 TV プラスは、安心な暮らしに役立つエネルギーの再利用とは。水曜夜お楽しみに。